大河原国を、大河原国を、大河原国を、マイナスはアニメーション作品における日本最初の専門メカニックデザイナー。機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツのデザインで知られる。東京都稲城市出身。息子はアニメーターの大河原烈。名字はよく、大河原と発音や表記をされることがあるが、実質イラストに入れられるサインは、K 河原である。 実家が機械を扱う仕事を代々営んでいたことから建設機械等を畳たたみる環境に育ち家の倉庫にある機械部品を遊び道具代わりに工作に励む少年時代を過ごした東京都立町田高等学校卒業後東京造形大学グラフィックデザイン科に入学1年後にテキスタイルデザイン科に転嫁し旗織や染め物などを学ぶ 卒業後、オンワード菓子山で、テキスタイルデザイナーを経験後、転職して、おとぎの国に企画担当として入社。東京支店の企画部配止で、専門店向け営業職を経験。その後、タツノコプロに入社。当初は、アルバイト同然の低待具だったが、配属された美術部で背景を描いていたところ、美術部長の中村光月の提案で、 科学忍者隊ガッチャマンからは、敵メカナを担当し、高い評価を得る。以後、メカデザイン専門になる。デザイン時には、木型で玩具を試作し、造形や変形、合体の各種機構の立体での検証を自ら行った。ハウラケンポリマー、宇宙の騎士テッカマンを担当した後、タツノコプロを退社し、中村とデザインオフィスメカマンを設立する。ゴアッパーゴンーダムで、 初のメインメカのデザインを担当した。タイムカンシリーズ、ブロッカー軍団4マシーンブラスター、愛心戦隊メカンダーロボ、無敵超人ザンボット3を経て、1978年にデザインオフィスメカマムを退社してフリーに。以降、無敵超人、ダイターンさんからサンライズ作品を手掛けるようになり、機動戦士ガンダムでモビルスーツのデザインを担当。 作品の人気とメカニックのプラモデルの大ブームによりそのを広め、メカニックデザイナーという職種を認知させた。また、半剣イラストを手掛ける際にモビルスーツの機体に実在の兵器同様のマーキングやウェザリングを入れる手法を編み出し、いわゆるリアルタイプとして人気を博した。ガンダム以降もサンライズ制作の勇者シリーズをはじめとするロボットアニメのメカデザインを手掛けた。 1981年には NHK の子供向け情報番組600こちら情報部のアニメメカデザイン特集に出演ガンダムの初期案には口があったとの裏話や他局で放送開始前のダグラムのデザイン解説度を行った2009年東京都八王子市の八王子市務美術館にて開古展大川原邦夫のメカデザインガンダムボトムズ グラムを開催2012年、東京都稲城市の稲城市立アイプラザにて、大河原国夫作品展を開催。2012年、福岡県釜市の釜市立小田広美術館にて、メカデザイン法1、1メカニックデザイナー大河原国夫を開催。2013年、兵庫県神戸市の兵庫県立美術館にて、超大河原国夫展、レジェンドオブメカデザイン。 を開催2015年、東京都台東区の上野の森美術館にて、メカニックデザイナー岡原国夫展を開催。同展は2016年に、滋賀県森山市の佐川美術館と福岡県、北九州市の北九州市漫画ミュージアムにて、巡回も様される。日経 MJ 神のインタビューにて、どんな作品でも、悪役のメカへの思い入れが強い、もともとアニメは、 全然好きではなかった機械は子供の頃から大好きだったなどと語っている。また、同志には大河原氏が好きなメカベスト3が列記されており、機動戦士ガンダムからはザク、ハロ、ムサイオ、同作以外には、走行機兵ボトムズに登場する AT、アーマードトルパー、銀河漂流バイファムに登場するバイファム、青木流星。 SPT レーズナーに登場するレーズナーを挙げている。モビルスーツバリエーションについては、プラモデルに同梱されているパンフレットによると、ガンダム MSV シリーズはアニメーションでは作画上の制約から採用されないようなデザインを模したもの。いわゆるデザインの遊びだったのですが、プラモデル化されたことにより多くのファンの方に親しまれているのは光栄と述べている。また、他のインタビューでは、 こんなに長く続くものだとは思っていなかった。もう少し考えて描くべきだったとこぼしている。これと絡み、アウトサイダープラモデルアート P131 の談話で、私の仕事はアニメの現場とおもちゃ屋さんの橋渡しと語り、他と全く違うアプローチをし、首だけ、メカ等をデザインに取り入れたラインナップを多発させた、チンタオ文化教材者。 合体シリーズの奇抜なアイデアに対して、私はアニメで、青島さんは、玩具で、それぞれ子供の夢を育むという目標を持っていたと、意見では一緒だったのかもしれませんねと発言し、肯定的な立場を取っている。なお、この際、首だけ大ターンを見て、それにしても、これ、金属で作ったら、良いオブジェになるだろうなぁとの感想も述べている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。